はい、スーパージェネラリストに必要なモダン漢方、カシオ先生との協調になります。クリニカルパール集を僕が担当、総合医の実体験をカシオ先生が担当しています。今回はクリニカルパール集の10番から、慢性疾患には何でも最古軽視等というお題です。僕のクリニカルパール、西洋医学的処置で警戒しないときに最古軽視等10番はまずファーストオプションになる。ラムネと思って処方して、そして4週間の間に知恵を絞ろう、自分で勉強する、同僚と相談するなどなど、そんな処方方法でも結構楽になる患者さんも多い。僕の解説です。最古軽視等10番は困った時の魔法の薬と思っています。こじれた状態に使用する小細胡湯と、虚弱者用の風邪薬としても使える軽視湯を合わせたものです。詳細ことは9番、軽視湯45番です。ちょっとした急性期にも、経過の長い慢性期にも使用できる成分が入っているので、イメージはしやすいですね。ただ、何年も経過して、そして西洋医学的治療で全く良くならない訴えが、最後軽視湯を4週間投与したぐらいで、なくなるわけはありません。最後軽視湯を困った慢性症状に処方するときは、4週間後にはちょっとでも良くなってればいいですね。今まで全く西洋薬で治らなかったんですから、ちょっとの変化も楽しみにしてくださいね。と言えばいいのです。プラセボ効果を引き出す一番大切な要素は患者と医者の信頼関係です。ともかく治療のハードルを下げることを心がけましょう。僕たちが漢方を使用する機会の多くは、西洋医学的治療が限界である場合です。そんな時に治ることを目標にすれば必ず負けると思っています。ちょっと良くなることの連続があれば将来素晴らしい警戒感につながります。漢方を使いながら患者さんを励まし、日常生活の改善を指導し、そしてお互いに満足できる状態を期待しましょう。短期間での過剰な期待をしなければ漢方は相当役に立ちます。で、カシオ先生から質問。なんで最古軽視湯を困った時の切り札にしたんですか？僕の答え。たくさん本を読んで、古典を読んで、幅広く聞くことがありそうだと思ったんだよ。もう一つは、大塚啓節先生の頻用処方が、最古軽視湯10番、半夏写真湯14番、蜂蜜溶岩7番、大細胡湯8番の4つ。そんなことも古典を読んで知ったんだ。最古軽視湯10番をした理由ね、そういう理由だよ。最古剤はやっぱり万能薬だからね。その一つが最古軽視湯でしょ。さあ、クリニカルパール11番です。訪問診療には深部湯。僕のクリニカルパール、訪問診療には深部湯30番ぜひ使ってみてください。お年寄りの特効薬です。元気になります、温まります、むくみが治ります。他の訴えも楽になるかもしれません。楽しんでくださいというクリニカルパールで僕の解説。深部湯30番はお年寄りや冷え症の人の特効薬です。昔は若くて元気な人の特効薬はカッコン湯1番でした。落語の枕話にも何でも治る例として登場します。それぐらい幅広くカッコン湯は有効であったという例えです。また、どんな患者が来ても葛根湯しか出さないというやぶ医者の例えにも使われました。この葛根湯のお年寄りバージョンが深部湯です。深部湯にはまず武士が入っています。武士は猛毒で有名なトリカブトを原毒したもので、鎮痛作用や温める作用があります。そしてむくみを取る生薬である伏量や槽術が入っています。お年寄りには魅力的ですね。だってお年寄りはあちこちが痛いと訴え、体温は低めです。そしてややむくんでいる人も多いですね。万能薬と思って深部湯を4週間処方してみてください。また甘草は入っていません。甘草の飲みすぎはギアルドストロン症になります。足がむくんで血清カリウムが低下して、そして高血圧になります。
お年寄りでは高圧剤を飲んでる方が多いので、ちょっと嫌ですね。そんな心配をしない深部糖、僕は大好きです。何か訴えるお年寄りに処方で困ったら、深部糖を試してください。柏尾先生から質問が飛んできます。葛根湯医者の枕話教えてもらえますか？僕の答え、僕が持ってる落語の CD からでいいよね。葛根湯はいろんな病に効くという話だよ。飲むと体が温まるそうだ。お前どうしたんだ？どっか悪いのか？先生ね、あっしは頭が痛くてしょうがないんですよ。ああ、それは頭痛だ。葛根湯あげるから、それお上がり。先生、あっしは腹が痛いんですよ。それは腹痛だ。葛根湯あげるから、お上がり。先生、あっしは足が痛いんですよ。それは足痛だ。葛根湯あげるから、お上がり。そして、先生、足は付き添いなんですけど、ああ、お前にも葛根湯あげるからお上がり。っていうようなストーリーでした。何でも効くという例えで、葛根湯のいい意味も表していますし、やぶ医者っていうことをある意味ね、比喩したという話でもあります。さて、クリニカルパール12、クリニカルパール12です。疲れには補中益湯という込み出しで僕のクリニカルパール。漢方の魅力は乱暴寝方をすれば何でも治ること。治したい主症状に対する漢方薬が思いつかなくても、別の切り口から治療できるということ。どんな主症状であろうが、患者さんが疲れを訴えれば、補中液湯が候補になる。というクリニカルパールです。さて僕の解説。乱暴な言い方をすれば、漢方薬は何でも治せる可能性があります。漢方薬は小薬の足し算にて、そして小薬にはいろいろな薬効成分が入っているので、多様性があります。多成分系です。可能性があると言われればそんな気もしてきます。患者さんの訴えに応えられる漢方薬が思いつかない、またはたくさんの訴えを患者さんがしてどうしていいかわからない。そんな時に疲れをキーワードに補中液と41番を4週間処方してみましょう。4週間後に疲れがなんとなく楽になったと言われれば続行です。そしていずれ症状は全体に良くなってきます。朝鮮人参と奥義を含む漢方薬は神器剤と呼ばれます。保険適用漢方エキス剤で神器剤は補中液と41番、従前大砲と48番、人参用 A と108番、大防風と97番、気比と65番、神気比と137番、聖書液と136番、陶器と102番、精神錬心111番、半下、白術天魔湯37番があります。患者さんにはユンケル肯定液の漢方バージョンだよと説明しています。そして神器剤の王様は補中液と、なんとなく貧血っぽい時は従前大砲と、めまいがあれば半下、白術天魔湯、肺病変が関連していれば人参用 A と、リウマチ疾患もどきがあれば大防風と、鬱っぽい人には気比湯または神気比湯、夏バテは聖書液と、胸の痛みがあれば陶器と、こんな処方選択のヒントでも結構喜ばれます。で、柏尾先生の質問。ユンケル肯定器ってわかりやすいですね。僕の答え、そうだよ。患者さんにもわかりやすく説明しないとダメでしょ。やる気を出してもらうには、やっぱりプラセボ効果も大切でしょ。飲んでいる薬が腑に落ちることも大切だよね。僕はそう思っているんだ。一方で自分で飲んでみて有効性を体感することもいいよね。僕も疲れたら補中液と飲むよ、ね、このユンケル肯定液ちゃんと製薬会社に OK をもらいました、まず最初に書いたのが茶色い本、ね、7時間コースというところに登場するんですね。まあぜひユンケル肯定液の漢方バージョンだという理解で神器剤使ってみてください。はい、以上です。この説明でした。スーパージェネラリストに必要なモダン漢方ね。この解説をしました。またこの後も続きます。